さあ隊列は最終コーナーから立ち上がってくる。スタートは切られるでしょうか。スタートは切られました。スタート、第一声になだれ込む1コーナー。あーっと、ぶつかったぶつかったぶつかって、2台が止まる2台が止まる。2コーナーでは止まったカートはありません。さあそして3コーナー、ぐいぐいと飛び込んでくるマシンがありました。3番手4番手あたりが入れ替わっていきます。さあそして4コーナーのところでも後方入れ替わりがあります。トップはカーナンバー4番穂高根尾、頭一ついきなり抜け出してきましたね。このオープニングラップで抜け出してきました。少し離れて2番手カーナンバー9番、九死に一生を得たという感じの名取哲平。3番手には小関風磨、その小関のインサイド塩貝亮太飛び込んでいく。塩貝亮太3番手に浮上。さあ小関風磨のさらにイン側、もう一台います、もう一台います。さあこちらの方はどうでしょう。3コーナー、あー小関風磨がまたもやドロップ。さあ前にぐいぐい上がってきたのは浅野正睦ですね。浅野正睦4番手に浮上、小関は5番手でなんとか踏ん張っていますが、後ろから6番手長田、7番手に池田と続いて、さあ小関これはちょっと踏ん張りどころです。最終コーナーから立ち上がってきました。そして逃げ始める穂高根尾。2周終了、3周目トップ2は頭1つ抜け出した。3番手には塩貝、4番手にはピタッとつけて浅野正睦は3コーナー狙っているか。ここはブレーキング勝負、入ることはできません。4コーナーでは入った、浅野正光4コーナー入った。立ち上がりはどうか、アウト側に若干はらんだがスピードを乗っているか。 SG インドリ合戦、塩貝が、塩貝が前、あしかしこれで前から離れてしまった。後ろに追いつかれて怒涛の最終コーナー横並び、順位入れ替わります。3番手以降大きく変わりました。3番手塩貝、4番手に長田、5番手なんですがカーナンバー2番、カーナンバー2番浅野正光、1コーナーなんとか飛び込んで5番手キープ、そして6番手以降もずらーっと連なっています。さあその5番手入れ替わります。カーナンバー17番池田が飛び込んできた。さあそれは浅野が4コーナーで返す、小関もついていきたい。立ち上がりどうでしょう、浅野そしてカーナンバー17番池田、小関もスルッと抜けてきた、小関抜けてきました。最終コーナーのところでは2台、あそして S 字で1台スピンしてしまいました。ホームストレート、トップ2はもう後ろのバトルはどこという感じで走っております。3番手塩貝も逃げていきたいところ。さあそして4番手以降なんですけど、3コーナーでさあまたインサイド飛び込んでくるのは浅野正睦、ガッツンガッツン攻めています。浅野正睦落ちても上り落ちても上りやっておりまして、現在は4番手、5番手にはカーナンバー16番長田、その後ろには小関、さらには11番の鈴木碧人も上がってきました。鈴木碧人も上がってきた。15番の大草力も上がってきました。ずらーっと長い列。さあ大草の後ろに池田がドロップし、そしてその後ろなんですが小暮が10番手、小暮が10番手まで上がってきたか。あー2コーナー立ち上がりのところで1台遅れてしまったカートがあるでしょうか。カーナンバー11番ですね、鈴木碧人がですねポジションをドロップしています。トップは S 字から最終コーナーへ。さあ序盤のわーとかギャーとかいうのがそろそろなくなるかなと思いきや、 S 字、あー1台1台スピンアウト、10番手11番手あたりにいたでしょうか。10番のドライバーでしたが止まってしまいました。大草力ではないかという情報が入っております。もう1台も止まってしまいました。白いスーツかな、1台はマシンを置いてしまいました。トップはバックストレート、6周終了7周目に入っております。トップ穂高根尾は大会2連覇に向けてもう後ろを引き離すのみ。しかしカーナンバー9番の名取哲平もしっかりついていってますからね、これは分かりません。そして3番手争い1コーナー、あー浅野正睦飛び込んだがこれをクロスで塩貝が返していく。3番手争いはさあ今度は3コーナーから4コーナー勝負、先ほどから浅野は4コーナーで飛び込んできますから、これは早々に勝負に来るか。お、ここは見ていきましたね、ぐっと近づきます。4コーナーからバックストレート、塩貝、浅野、そしてカーナンバー16番の長田、そして小関、4台連なっています。
さあホームストレート1コーナー、さあつらーっと連なったドライバーが横並びになったりアプローチをしたりラインを変えたりしておりますが、3番手以降のバトルはまだまだ決着しそうにありませんね。現在3番手争いが8台になっています。さあその中で小関が今度は動きました。4コーナー、小関風磨セカンドスタートだったんですがドロップをしておりましたけれども、ここからぐいぐいと戻していきたい。さあしかし最終コーナーでまたまた抜き返されました。さあこれで前の2台とちょっと離れましたか。さあ浅野正道がまたまた1コーナー飛び込んでってどうでしょう。塩貝を抑えます、抑えます浅野正道、3番手に浮上、4番手に塩貝、少し離れてその後ろ長田、池田ももう一度上がってきました。おー4コーナーやり合ってやり合って、あー浅野正道コースアウトか、戻ってこれるか、戻ってきた、これは残念、しかし前からは離れてしまいます。なんか今のちょっと残念な横並びだったように思いますが、さあホームストレート帰ってまいりました。これで3番手にはパーナンバー16番ということになりました。塩貝と浅野が前競り合っている間にカーナンバー16番の長田が前に出てまいりまして3番手に浮上、4番手にはカーナンバー17番の池田です。池田春人、さあその池田春人4コーナーインサイド飛び込んでいきまして、これで3番手に浮上、そして4番手にカーナンバー16番の長田、そして塩貝、その後ろには復活してきたと言っていいでしょう、14番手スタートから現在6番手に上がってきました小暮、少し離れまして、え鈴木、小関と小関風磨はちょっと第2集団、まあ、第3集団の方にドロップをしてしまいました。さあそして小暮だ、前が突っかかった間に3コーナーズバーンと小暮が飛び込んでまいりまして4番手に浮上、小暮光る4番手に浮上、今前で少しドライバーたちが競り合って突っかかったそのスピードダウンを見逃しませんでした小暮、4番手に上がります。12周終了、残り周回数は3周、トップ2はもう悠々、さあ残るは表彰台のあと1席を誰が取るかというところなんですけれども、カーナンバー17番の池田春人5番手からスタートをいたしまして、この集団で揉まれ揉まれ、さあそしてこれは小関風磨もまた上がってきましたね。小関風磨も前に追いついたと思ったら上がってきた、これ分かりませんよ。池田春人、小暮光、そして、長田高正輝といったところでしょうか。3位争い4台になるのか、その後ろもまだまだ塩貝たちもついていますからね、分かりません。残り周回数2周、トップ2は4コーナーへのアプローチ、それぞれ単独、そして3番手争い、池田春人が抑えています。そして小関が4コーナーインサイド飛び込んでいきました。4コーナー、しかしパッシングはならず、いよいよファイナルラップです。いよいよファイナルラップ、3コーナーのところ池田、小暮、あそしてあ1台パーツ飛んでったよ、フロント飛んでた、これは塩貝のフロントだ、あこれは残念。さあ最終コーナーまでにどうなるかわからない。そしてトップチェッカーはカーナンバー4番穂高根をぶっちぎってチェッカー、あーそして最終で接触、立ち上がってきて3番手で飛び込んでくるのは池田、4番手に小暮、小関、これ最終で接触しちゃったのは小暮かな、チェックを受けてますけど7番手。